二人とも来たの。フミさん、チックと下がってくれんか。こいつへの用が先じゃき。はい、わかりました。急で悪いが、おまんの腕試させてもらうぜよ。全力でかかってくるんじゃ。ちょっとよりずっと強かったぜよ。草加から聞いちょった以上じゃ。おまんがどの程度のやつか試したかったのもあるけんど、フミさんへのようにも関わっちょっての。それはどういうことでしょう。そう、これを草加から預かっちょる。大変じゃ。新選組の連中がすぐそこまで来ておる。何？とうとう見つかったかい。まだ傷の治っちらんもんも多いように。なんとかしないと。私にも何か手伝わせてください。いや、ここはわしらでしのぐ。フミさんは早う逃げるんじゃ。確かにフミさんの身に何かあっては。ですが、そこまで言うんじゃったら、フミさんはおまんに任せるけ。行くぞ、山形。ありがとうございます。境内のことは熟知していますので、皆さんのところへ案内します。こちらです。他の方々のところまで案内します。礼にもならんが、これを持って行ってくれ。こちらにも。もう一度、私が隙を作ります。ありがとう。これを受け取ってくれ。覚悟せえ。他にもまだいけなかったよ。
皆が生きちょるんは二人のおかげぜよ。まっことありがとう。こちらこそ私の無茶な申し出を聞き入れてくださってありがとうございました。あなたも私を信じてくれてとても嬉しかったです。じゃがまだ安心はできぬ。キャツラが仲間を連れてくる前に急ぎ引き払わねばならん。あとはわしらに任せい。お主はフミさんを安全な場所まで頼むぞ。おっと、忘れるところじゃった。これをフミさんに渡さんとの。この手紙は草加からぜよ。あいつが亡くなる前に預かっちゃったんじゃ。自分に万一のことがあればフミさんに渡してくれ言うてな。それじゃわしらはそろそろ行く気。またな。すみません。私たちも行きましょうか。主人は私が人の役に立ちたいと思っていることに気づいていたのですね。この手紙にはその思いを認め生かしてくれる人を見つけたと書かれていました。その方とはあなたです。自分の身に何かあった時はあなたを頼るようにと。あなたとならば何でもできる気がします。これからもよろしくお願いいたします。どうかおそばで私のことを見守っていてくださいね。